車鉄の北18条駅に来ていますえ今日は1日晴れておりましたので穏やかな天気で夜を迎えていますがえ午後6時の最新の気温で氷点下0.5度になりましたこの時間氷点下になりましたえということで道路を見てみますとえこちら東西に伸びる2車線ずつの道路でえ車線の幅はしっかりと取られているんですけれども路面をよく見てみますと街灯や看板の明かりに照らされてちょっとこうキラキラ キラッと光るような部分も見え始めているんですねおそらく凍り始めているものだと見られますで、どの部分がそうなっているのかとパッと見ただけではわかりませんので本当に車を運転される方はもうすべてが凍っているものだという前提で慎重に運転する必要があるのではないかと感じます そして車を運転される方だけではなくて歩行者の方も注意が必要ですやはり大雪となりましたのでいまだにこのような雪山というのは至るところにありますこれはおそらく2メートルぐらいの雪山かと思いますけれどもこれで視界が悪くなっていますそして足元ですけれどもこのあたりは地下鉄の出入り口直結の場所ですので 足元はロードヒーティングをされていましてとっても歩きやすいんですけれども一歩交差点側に来ますとこのように雪凍っている状態となっています、ここはですねおそらく一番高いところとロードヒーティングが効いているところで 10cm ぐらいの段差があるのではないかと思うんですけれども高いところに足を置くとこれが一番ツルつるつる滑るんですよね、思わず転んでしまう可能性があります。このような 交差点が至るところにありますのでどうぞお気を付けください気温が氷点下となりました札幌からお伝えしました